東口駅ビル、ウイング営業時代の西口土浦駅は、茨城県土浦市有明町にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道常磐線の駅である。事務官高度は42万1105。当駅は、茨城県南部及び土浦市の中心駅で、茨城県内の常磐線の駅では、水戸駅、勝田駅と並ぶ、運行上の拠点駅である。かつては、 つくば鉄道線との接続駅であったが、同線は1987年4月1日に廃止され、現在は JR の単独駅である。土浦市役所、木城公園、霞ヶ浦土浦港の最寄り駅である。一面一線の短式ホームと一面二線の島式ホーム、合計二面三線のホームを有する地上駅。一番線が下り本線、二番線が上り本線。 三番線が上り、副本線である。また一番線と二番線の間には、一番線から分岐する抽線が付設されている。かつては、軍艦の形状を模した、線形駅舎で有名であった。ホームの上空に、京上駅舎を持ち、駅舎の西口と一体となる形で五階建ての駅ビルを有する。かつては、ミトステーション開発が、 ウィングとして営業をしていたが、2008年7月13日で営業を終了し、改装工事を施行の上2009年7月24日にイオンモールが運営するペルチ,ツチュラとして開業したが、後に JR 東日本グループのアトレが運営企業となっている。東口は駅舎から古戦橋を通った先にあり、出口1階には土産物店のキララ館があったが、 土浦市役所1階に移転し、跡地には土浦駅東口サイクルステーションができた。バリアフリーに対応するため東口、西口から改札間、改札からホーム間をそれぞれ連絡するエスカレーターエレベーターが設置されている。立ち食いそば店が1番線と2.3番線ホームにある。また、コンビニエンスストア、ニューデイズがコンコースと改札外の東西出口を結ぶ。 五千教場に店舗を構えている。2020年8月5日には、改札外コンコースに茨城食材を活用した店舗、ビアードパパ土浦店が開業した。車椅子対応トイレが設置されている。2008年3月下旬に、コンコースの改良工事が完工した。2018年3月29日に、新しい駅ビル、プレイアートレ土浦の部分開業に伴い、 土浦駅ホーム待合室及び喫煙所にサイクリングをイメージする装飾を実施した。2019年3月29日から駅構内の階段壁面に装飾を行い、土浦や周辺の観光資源や自転車のイメージを装飾することで土浦イコールサイクリングのイメージ定着に取り組む。一番線ホームには無料で利用できるコンセントや Wi-Fi 設備がある。 フリースペースがある1991年10月13日より、それまでの発射ベルに代わり発射メロディが導入された。1番線は、モーツァルトの楽曲である、キラキラ母子変装曲であり、同じ路線にあるいわき駅と同様にクラシック音楽が採用されている。2.3番線は、かつては、モーツァルトのロンドキロボルト485を採用していたが、 2009年8月1日から土浦市のイメージソング、風の贈り物に変更された。コンテナホーム JR 貨物の設備は旅客駅の東側に並行している。コンテナホームは一面で、ホームの西側に着発線200方式に対応する着発200線1線、東側に留置線1線が接している。ホームの東側にある留置線は、 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス車両の搬入用に使用されていた。構内には営業窓口である JR 貨物土浦営業所が設置されている。上下線の間の渡り線は荒川沖駅方面、神田寺駅方面ともに設置されているが、荒川沖駅方面にある渡り線は200線を発着する列車は使用できないため、下り列車は下り本線から、 二0線へ直接進入することができない。そのため列車は一度中線に入線し下り方にある入れ替え線へ引き上げ、推進運転で二0線へ入線している。2014年3月15日現在、専用貨物列車については定期列車の停車が設定されていない。県南部の主要都市であり、東京方面からの通勤輸送がほぼ終わりを迎える地点にある当駅は、 水戸方に車両基地を抱え、列車の始発、終着、車両の分割、併合、環急接続などが行われる輸送上の拠点となっている。上りについては退避、接続の機能は十分であるが、下りは一線しかなく、対避ができないため、日立の牛久駅や神奈地駅、高浜駅に分散させている。かつては一番線に福瀬による、 校内営業があり、主な駅弁として、カキを販売していた。しかし、東北地方太平洋沖地震の影響で、駅前の店舗が被災するなどしたため一時休業。その後駅構内販売を再開したものの、2012年2月に廃業した。以前は、節田商店による弁当販売があったが、後にそば店だけになり、さらに校内営業から撤退した。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は15,956人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。土浦市の表玄関となる、当駅は、城下町の歴史を有する中心市街地の東端に、位置し駅東側には、日本の湖では、琵琶湖に次ぐ面積である霞ヶ浦が近接していて、 桜川や川口川の川口部であった駅及び、線路東側は、湿地帯や沼地、連畑がほとんどであった。駅周辺地区は、中小規模の商店や、オフィスビル等が集まるエリアとなっている。かつては、西口側の駅前には若狭等の筑にや、海在区などの民芸品を売るお土産屋が数軒、立ち並ぶなど、霞ヶ浦観光の玄関としての側面を持ち、 京成百貨店、小網や丸井などの百貨店が立地していたが、1989年、1999年、2004年1月に、それぞれ撤退した。また、西口駅前には、再開発ビル、うららが立地し、複合商業施設として、伊東洋華堂を各店舗としていたが、2013年2月17日に、医療機関など一部店舗を除き閉店した。 改装工事を経て、2015年9月24日から土浦市役所本庁舎として、共用を開始した。風俗店が集まるエリア桜町2丁目界隈は、駅から徒歩圏内にある。2000年代に入ってから、駅周辺には、高層マンションが多く建設されるようになった。内陸部に位置するが、霞ヶ浦が近いこともあって、駅の標高は3.4メートルと低い。 なお路線バス、タクシー乗り場は、駅の東西にある。公共、商業郵便局、金融機関宿泊その他関東鉄道の、路線バス町づくり活性化バス、キララちゃん路線バスのバスターミナルがあり、地域の交通拠点となっている。一般路線バスは一部を除き西口、高速バス、空港バスは、東口発着である。茨城観光自動車撤退により、 乗り入れ会社は、関東鉄道、関鉄観光バス、関鉄パープルバス、関鉄グリーンバス、JR バス関東及び高速バスを、関東鉄道と共同運行する千葉交通、成田空港交通、近鉄バスである。また、土浦市町づくり活性化バス、キララちゃんの島市街地循環各コースも乗り入れている。駅舎から最も遠い一番乗り場から半時計回りに、 番号が付与されている。校舎上はエスカレーター前に統一されている。停留所名は、運行事業者ごとに異なる。1番乗り場みみほ江戸崎方面の路線が発着する。2番乗り場カラス山団地、小岩田、荒川沖方面の路線と、キララちゃん C コースが発着する。3番乗り場地区園、筑波センター、筑波大学、上里、石毛方面の路線と、 キララちゃん B コースが発着する。4番乗り場中間、石岡、柿岡、共同病院、神奈地、田伏、玉造方面の路線と、キララちゃん A コースが発着する。5番乗り場筑波国際大学、筑波山、下妻方面の路線が発着する。6番乗り場4モール土浦、桜ニュータウン、並木、緑の駅、三塚海道方面の路線が発着する。 高速バスと一般路線バスの一部が発着する。取出駅西口からの深夜バス、土浦リレー号は東口に到着。当駅に停車する特急、日立、時輪の隣の停車駅は各列車記事を参照。なお、特別快速は当駅から荒川沖辺のみの運転で、神立田方田の定期列車は特急と普通のみとなる。 注釈出展報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。